天下一品のチャーシュー麺はかなりやばい。天下一品塚口店。俺はチャーシューが無性に食べたくなったので、このメニューを注文した。チャーシュー麺こってり1090円、小ライス120円。いただきます。天下一品のこってりは濃厚だけど後味すっきりした感じで食べれるので、チャーシュー麺でもペロリと食べれてしまう。この味わいは癖になる。チャーシュー麺はチャーシューたっぷりで満足感がやばい。でも天下一品のチャーシュー麺は通常のラーメンにプラス170円なので、かなりお得感がある。170円でチャーシューがいっぱい食べれる。それが嬉しい。こってりスープの絡んだチャーシューはご飯にのせて食べると最高にうまい。これはかなりやばい。うますぎる。ライスを注文するとたくあんがついてくるのも嬉しい。天下一品のチャーシュー麺、満足感がやばいのでおすすめです。ぜひ一度お試しください。食べると多分あまりの満足度に感動すると思います。そして注文するときはライスも一緒に注文することを合わせておすすめします。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。